ちょっと寝落ちしてない <laughs> 私はちょっとねあのちょびっとだけ眠気が今来ております <laughs> クマさんこんばんはクマさんですこんばんはクマさんありがとうイエーイ見に来てくれてありがとうねイヤホイヤホ、うん、シティくんチラーチラーありがとう今日もね見に来てくれてありがとうイエあつえさんがリンゴーってこう <laughs> 可愛いい絵文字でねゴーってしてくれてるありがとう, <laughs> う<い> <laughs> チョコさんリンゴお疲れありがとうチョコさんも今日来てくれてありがとうね見つけたよ <laughs> ありがとう <laughs> またさライブおつっぴでしたありがとうね <laughs> ちょっとね今日もねあのー、昨日ね初初お披露目したねスイートデイズをねまた今日もね1本目の方にね やったたんだけどまま緊張してましたよ <laughs> 今はちょっとめっちゃかんだけど多分今 <laughs> もうね新曲するってなるために私は緊張を繰り返すんだろうね <laughs> なかなか慣れないぞみずきさんこんばんはこんばんはみずきさんもヤッホーありがとう見に来てくれてライブもねありがとね見に来てくれてヤッホーみずきさん今日はお疲れ様ありがとうね もうもう,もう皆さんもねお疲れ様ですよ。うん <laughs> まさんさ眠い一生ねえ、ちょっと今日ね、本当にね、あの、ね、何ショールーム始める前、ちょっとうとうと仕掛けた。<laughs> ああ、やばい、ちょっと目つぶったらこれやばいなみたいな感じのね、ところまで、ね、来てたんだけど。ちょこさん、2日連続ってなかなかないから嬉しかった。おおなるほどね、そっかそっか。 ああじゃあ今までのそのキューインズの瀬トリ的には2日連続っていうのは珍しい方なんだねおそれはね嬉しいねできて <laughs> なんか本当にさ私ついで o えるのねなんか結構苦労した <laughs> 苦労したっていうか <laughs> あのー、うんなんかここのね動きとかさこう、本当はこっちをね向いていきたい くなるんだけど、この背中からね。行くっていうのが結構難しくて、そこも苦戦したしね。<laughs> もう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 もだわ。か <laughs> ほさんこんばんは。かりん、こんばんは。鹿児島さん、ありがとう。見に来てくれてね。いえいえ。いえ、やったね。ご <laughs> めさん、オラオラすぎて。<laughs> いやね。多分多分ね。ちょっとはね。オラオラ感抑えれたはずよ。<laughs> <laughs> ちょっとね可愛くできた気もするんだがちょっとまだねまだあれよ <laughs> 勉強する <laughs> チョコさん「スイートはレア曲」って言われてたからあそうなんだねなんかさ結構みんなさやっぱ「スイートデイズ可愛いから好き」っていうね言葉よく聞くからさ割としてたのかなって私はなんか印象的にね思ってたんだけどうんレア曲だったんだね。 ほうじゃあなんかいいね <laughs> これからねたくさんしていきたいねやっぱかわいいからさやっぱねあの出だしがね本当に好き「ちゃんちゃんちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃんちゃん」のイントロが始まって「ズンズンちゃん」みたいなこう,こうポーズ決めていくやつ「ちゃんちゃん」あとここのパンってこう開くところもねめっちゃ好きだからさたくさんやりたいね。<laughs> ジョコさん、川川すいてですあ良よかったやった <laughs> やったちょっと認められたかな <laughs> オラオラ感抜けたかしら <laughs> ちょっとほんとにね不安だったのよねもういついつ自分の中のオラオラがねでなんか明日へとかジャステの時のオラオラ感が出てくるかがねちょっと不安だけど川 <laughs> さん「川川か」みたい書くなきゃ <laughs> 見てほしい 見て欲しいよまだねまあ、コロナーがねまだちょっと落ち着いてないからねもうすぐもうすぐだよみんなうん今日1本目スタンディングでねだったからもうもうすぐもうすぐだよほんと <laughs> ちょっとね頑張ろう頑張ろう頑張ろう通常に戻りつつあるからね見に見に来て川 <laughs> 島さん昨日の水で配信で あ、待て、ついで配信で見たよ可愛くフリフリできてたよおっとやった <laughs> みんなみんな優しいからやったよちょっと私の第1段階のあれだねじゃあちょっと超えたねこれをより可愛くできるように頑張るよ <laughs> ちょっとね修行するこういろんなもうねゆりちゃんとかねの可愛いい愛いい何形っていうのかな見せ方をね ちょっと学,学びます先輩から学びます <laughs> あと配信見てくれてありがとうね川島さんいんだ、ね、レアんだえいえいないえいえんかねほんとに私のイメージではね結構やってる方の曲なんかなって思ってたからちょっとびっくりだな今日その「レア」っていうの聞いてなんかいいねなんか <laughs> いいいね、いっぱいやっていきたいほんとにちりくん JS ですかちょっと待って JS ってもしかするとえだって女子小学生 <laughs> ってことちょっと待って私の勘違いならあれだねちょっと待って JS って何の何の略だっけちょっと「笑って書いてるけど <laughs> ちょっと一旦違うかなってひと否定しとくわ <laughs>。 さんみんな手拍子してくれるの嬉しいそう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 なんかねやっぱ手拍子して一緒に乗ってくれてるのねもうステージ側わーってカムカムカムステージ側からね見るのね本当にね嬉しいのよなんかライブ自体はね本当に歌って踊ってするのがめっちゃ好きだからそれ自体もめちゃくちゃ楽しいんだけどやっぱりねお客さんの反応が返ってくるっていうのがね一番嬉しいからもうよりね テンション上がるよね <laughs> ありがとうって思いながらね踊れるねお <laughs> たさん早く現場行きたいね私もね早くみんなにね生でね見てほしいねなんかね配信はねやっぱりこう東京にねいない方とかもいるからそれはそれでねありな配信の仕方だとは思うんだけどねやっぱりね生もねちょっと見に来てもらいたいよねやっぱり あと、早くね、声出しがね、できるようになったら嬉しいねくま <laughs> さん、みーたんが来月9日、ついとしてどれかっこ、だい想像つか、<laughs> まあまあ、そうね、多分みんなさんの想像の通りかなまあ <laughs>、だと思われるぞ <laughs> まだ詳細とかは全然ね、言えないんだけどとりあえず、9日、10月9日を 開けててほしいっていうことだけを元にお伝えしたい <laughs>。ちょっとね、9日って確かね金曜日かね平日だった気がするんよね。ちょっとね、本当にお仕事とかねある方はね難しいかもしれんけど、うん9日いっぱい来てほしいね来てほしいよ。ちょっと待ってねカレンダー見ルは10月10月あそうだね金曜日だからちょっと。 な,な,なんとかしてきてくれないかな <laughs> くれないかな <laughs> ちょっとねあのこう何片隅に置いといて <laughs> 片隅にいやいやいやもう真ん中に頭の中の真ん中にドンって置いといて <laughs> <laughs> あ待ってなんか待ってシリみたいなの開いちゃった違う違うウキ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 タジョウさんいやいや大丈夫さんこんばんはありがとう見に来てくれて ライブもねありがとねいえいえエイこしゃさん「水いではやっぱよきみずっと見た,か見たかったからやってくれてありがとねー」い <laughs> やこちらこそねちょっとありがとうだよ見てくれて <laughs> いやね私もね好きよもう水いではかわいいんだよな私もやりたかった曲でもあるからちょっと課題はあるけどねいろいろ <laughs> やりたかった曲の一つにあったから やっとね。その3期のメンバーでね。できてお披露目できて、私も良かった。ありがとうね。<laughs> で、じゃあさ、スタンディングはさすがに勝ち確でした。ありがとうございましたね。スタンディングはね、暑いよね。<laughs> もう本当にありがとうございました。だよ。<laughs> もうやっぱ座ってるよりもね。立ってる方がね。なんて言うんだろう？こう。声は出せないけど、まだ。 まだ出せないけどやっぱりこうライブをしてる感じになるうん感じがする <laughs> ちょっと今「てんてんてん」みたいになっちゃったけどいいよそのスタンディングのねライブがねやっぱり徐々にね増えていってほしいねうん頑張ろうあとみんな体調には気をつけて <laughs> シューティんなんだと型 <laughs> びっくりしてるやん <laughs> なんだとがたこれさっきのあれかな JS のくだりだよね <laughs> 待って JS って私の意味で合ってるならば多分違うかな <laughs> 多分じゃなくて絶対違うんだな <laughs> さんワンマンマ定期復活して切実実な思いです私もねやりたい定期ねワンマン定期したいよまだね3期になってから。 できてないからね早く復活してできるようになりたいようん。な何かさ私チラッと定期のことも聞いてなんかあれだよねいろいろ歌ったりするいやいや普通に歌うんだけど <laughs> なんかソロとか歌ったりもするんだよねうわめっちゃ楽しそうだなーって思うんよね。 食べた <laughs> なんかあのねセブンイレブンにあるあのうーんささみほぐしほぐしささみかなのごまだれがついてるやつあるじゃんあれをねさっきねちょっと本当にお腹空いてたから <laughs> 食べた <laughs> それだけちょっと食べた <laughs> 美味しかったうん せいさん声出せなくても聞いただけで感動し涙が出るからいいわおーめっちゃ嬉ししくて言ってくれるやん <laughs> 感動してくれるのがもうもうね嬉しいわ <laughs> それで私も感動するわお <laughs> じゃあさん「睡やる」って言ってたから「トナパラ流れてマジ?」ってなった <laughs> そっか結構トナパラもね可愛いい曲だからね確かにそっかそっか待って待って待って今日の。 何人思い出せ？<laughs> 最初最ゃグリッターグリッターのからの思い出タナパラで合ってるよね私 <laughs> もうすぐ記憶飛んじゃうやつね。け <laughs> ど可愛いでね今日は確かに固めてた感があるよね。トナパラもね好きなんよ私。あってちょこさんが書いてくれてるじゃんありがとう。 本当にありがとうみんなサポートしてくれてる優しいありがとう <laughs> そうだそうだそっかトナパラ、まあ、MC 挟んだけどトナパラついででちょうどね続いてるしね可愛い可愛い,いが続いてるからふうちょっと嬉しい嬉しい喜びだったら嬉しい <laughs> 嬉しい方の喜びだったら嬉しいよみけんさんこんばんはお仕事から帰宅したおおこんばんはみけんさん おお仕事から帰宅した、おお疲れ様です <laughs> 良き一日だったかなじゃあうんいいことだてさんそんなバナナのチロルチョコ見つけた買おうか悩んだ <laughs> そっかそんな待ってあのあれだよねバナナの絵が描いてあるちょ私の想像してるものであればあのセブンイレブンなんか コンビニに売ってあるこれ,これぐらいのちょっとしたパッケージに入ってるやつだよね私ねそれ多分食べたことあるめっちゃおいしいめっちゃおいしいよだから悩んだなら買うべき <laughs> 買うべきよチョコさんグリッあ待って待ってすごいわこれ教えてくれたのグリッターとのパラスイトメガホン本当にありがとうねよきよきサポートです <laughs> あかりちゃん、あかりん、こんばんは、さっきぶり、こんばんは、なかなちゃん、そう、さっきぶりだね。ありがとうね、来てくれて、めっちゃ嬉しかった。いや、いえいえいえ,いえい。せいさん、トナパラ人気だよな、俺も好き、ね、なんか、みなちゃんもね、めっちゃ好きっていうね。なんか、トナパラはね、私、本当に、みなちゃんがめっちゃ好きって言ってるのがね、すごい印象に強いから。なんか、トナパラって聞くと、あ、みなちゃんだって、ね、思っちゃうんだけど、めっちゃ私も好き。 可可愛愛いいんんんだだよよさん個人的にちょっと不思議な感じの瀬戸リだったあそっかそっか珍しい感じだからこうあれあっじゃあ次この曲来るんだあなんかめっちゃ意外みたいな感じになるんだねはあなるほどねそっかちょっと待って私さ割と瀬戸リのさ流れとかさまだあんまり考えれん <laughs> 考えれんからさあれなんだけど。 なんかそうかずっとね見てきてくれてる人たちからしたら今日載せてる本当になんか何あ意外だみたいな感じになったんだねまあ、それはそれででもねなんか新鮮でいいよね <laughs> いいよねちゅうさんお披露目してない曲の方が少なくなってきたかなえー、どうだろうねなんかもう本当にキュインズの曲いっぱいあるっていうねイメージだから割とね 覚覚ええたたね覚えれたね <laughs> 何ができているかな今とりあえずご a ヘごお前ウェイえメガホン明日へえっ、ー、とトナパラグリッタージャステムービンベッド冷水でえっあとまだあるよねまだあるよね あそうショキッとだショキッとカルト <laughs> なんだっけあと <laughs> パッと出てこんぞ <laughs> えでも待って10曲は絶対超えてるからすごいああそうはいはいだお父さんありがとう <laughs> そうはいはいもだあいつ何あれでもそれぐらいいやなんかまだやってる気がするあ <laughs> チョコさん最高急上昇もだ <laughs> ありがとうみんなのサポート強いわありがとう <laughs> えでもじゃあ15曲ぐらいはもうできるってことかって考えると割と覚えれたね <laughs> すごいなんか最初はさやっぱりたくさん覚えなきゃ覚えれるかなっていう不安がさたくさんあったけどやってみると人間できるもんだね <laughs> いや嬉しいななんかいっぱいできる曲増えてくるのは。 聞きたい曲いっぱいなんだがかっこ汗 <laughs> そうだよねやっぱ生でね聞きたい曲っていうのがね絶対あるからさはーほんとにほんとにちょっとねい,いつも何て言うその通常のね日常に,に戻れるようにみんなでねちょっと気をつけよう右 <laughs> さん「タジ用の運転解禁の日も近いからかっこやっぱそれはない」<laughs>。 そ速攻で却下された <laughs> タジさんの運転解禁日ないなくなっちゃったよ速攻で <laughs> ちょっと安全運転で行こうか <laughs> ちょっとさ「まるって聞くと「誰誰」って相当だよねそうそうそうなんかねなんか今めっちゃ変な読み方して誰誰だね」ねだねなんか <laughs> めっちゃ変な読み方になっちゃったなんかもう本当に結構さそのリハの時とかも そのパラめっちゃ好きっていうねことを聞いてるからなんかねそうめっちゃ好きなんだろうなっていう気持ちがめっちゃ伝わってくるうんコさんグリッター聞きたいグリッターいいよねめっちゃ好き私もじゃじゃって始まるやつグリッターとジャッセと明日へとあと、ね、最近ハイハイもめちゃくちゃ好きだから来てると <laughs> じゃさんトナパラ普通にあかりんのイメージなんだけどあっほんとにあそっかそっか歌い出しがね私だからかそっかそっか確かにね歌い出しがさ歌い出しの人でなんかその曲はその人のイメージその人のイメージうんってなるのはね確かにあるかもしれん歌い出しは確かにでかいね思い出りにいかなくて待って今めっちゃカスカスなんだが <laughs> びっくりしちゃったよ今。 ああお父さんとチョコさん本当にありがとねサポートしてくれて助かった新兵さんはじめましておっはじめましてこんばんは見に来てくださってありがとうございます初見初見さんだあじゃあねちょっと待ってちょこっと紹介自己紹介しようかなえっとキュイーンズの緑色担当えっ待って私なんであがった キウンズの緑色担当真っ白あかりです、えー、こちらツイッターのアカウントとなっております、えー、徳島県出身で身長がめちゃくちゃめちゃくちゃではないなあのー、キウンズのメンバーの中で一番背が低い人って覚えてもらえればオッケーです <laughs> お願いしますかまさん坂道頑張れねー坂道ねーめっちゃ早くさやりたいんだけど絶対難しいよね もう絶対難しいしかもさ私結構坂道のキーって割とねあの高い方ン私からしたらねめっちゃ好きなんだけどあのねサビとか特に結構高,高めじゃんだからね歌もちょっとね心配だし <laughs> ダンスも心配だからね早くやりたいけど。 体と声が追いつくかどうかが不安っていうのがある <laughs> でも早くねしたいよね坂道じゃあさ最近マリカーもサボってるから運転きつい <laughs> って <laughs> マリカーってここの <laughs> て手元じゃん <laughs> いやマリカーはねあのハマる時と飽きる飽きる期間が割とねバッサリバッサリっていうか 別れるくないなんかめっちゃハマるときはさもうそれこそずっとなんか暇があればなんかコース一人でコースの勝負してみたりあの風船のねミニゲームタイプのやつやってみたりするんだけどしないときは本当にね私もしなくなるチェンピョンが好きなことありますか好きなことないいっぱいあるうんえっとね歌う歌とダンスはねもちろん 好きなんだけどあとね何なライブ DVD を見るのも好きだし漫画をねめっちゃ読むしまあ、私では基本少女漫画をねよく読むんだけどあとなんだろうえあとんだろうカラオケカラオケ <laughs> それも歌だそれも歌だね <laughs> いっぱいあるなんかね <laughs> 基本き基基本本ってなんじゃ基本ねスポーツ系もね割と好きうんあのう、ー、まい下手は別としてね別として割と何でもね好きスポーツもうん熊さんゴアヘが一番好きかなあーゴアヘもねいいよね私もねゴアヘはねうん好きだなでもね私の中でやっぱりねそのねグリッターとジャステと <laughs> 明日がこれがね今本当にスに3トップなのよゴ <laughs> ヘもね好きなんだけどね食べてるけど痩せたいさん初めまして初めましてこんばんは <laughs> 待ってちょっと私知ってるはるちゃんが黒猫さんあれ合ってる黒猫さんって呼んでることで人でね今日来てくださったよねありがとうございます見に来てくださって皆 <laughs> さんトナパラフリ フリコピ部頑張ります <laughs> トナンパラフリコピ部頑張ろう <laughs> 一緒に踊ってくれるってことかなえ、一緒に踊ろうじゃ <laughs> トナンパラ一緒に踊ろうくまさん最近スイッチどうやってるやってるよ <laughs> 今はね私あの本当に厚盛りしかまだカセットね持ってなくてそれをねちょこちょこ暇がある時に やってる感じ基本ねでもね朝起きた時のごちょっと暇があるかなって時とあとなんかこう外から帰るまあ夜かな夜のふふけ、まあ、だいぶ深夜ぐらいに <laughs> するかなうん今本当にね「ゼルダ」がめっちゃ欲しいのよ「ゼルダ」と「スマッシュブラザーズと」とあとなんじゃ あれそうマリカもね欲しいのめっちゃ欲しいのやりたい <laughs> やりたいモンキさんヤッホーヤッホーこんばんはありがとう見に来てくれて、ね、もうしたったらず見に来る見に来てくれてありがとう <laughs> やばいほんとにねしたったらずがダメだわあと <laughs> さ飲むのはあ飲むの <laughs> 飲むのはね普通かな お酒はね。言うて。まあ好きっちゃ好きだけど、頻繁には飲まないからね。ね、<laughs> そうなんか好きって言っていいのかどうかわからん感じかな。普通普通かな？みたいな感じだなあ。でもジュース飲むのは好き。<laughs> そう！食べてるけど、痩せたいさん今日お写真撮らせていただきました。本当後で写真アップしますね。おお、ありがとう。ちょっとで写真。 っってもららえるのめっちゃ嬉しいからえ、見とく <laughs> ありがとうチェックしとく大木さんユニットを組めないスリートップは坂道急上昇あ待って待って待って組めないじゃない含めないね含めないスリートップは坂道急上昇水でかなあーやっぱねれ急上昇もね人気よねここの、この3つ 人気よね本当に <laughs> めっちゃ人気のねイメージがある私もいいねそのね3つも好きいや坂道はねやっぱりかっいいね早く早くやりたいよ早くやりたいよちョコさん「となっぱら君ならできるでする」あっ待って「君ならできるでする」これが「グー」ってするとこ好きってことがやった 君ならおて君できるだああえめっちゃ嬉しいこと言うじゃん <laughs> やったーちょっとそこ次気合い入れてするかもしれん <laughs> もう単純だから褒められると真木さんサンタにお願いするしか <laughs> 確かにほんとそれなちょっと誰かに頼もうかなちょっと。 ね神様に <laughs> ちょっと買ってくれないかなっていうのを <laughs> 意外とねカセットもね高かったりするからねなかなかポン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 買うことはねできないんだけどあ待って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 食べてるけど安田さんつ森は静江さんの挨拶聞くことしかやってないな <laughs> 一応一回ログインはするんだねじゃあ <laughs> いやそれはねいいことよなまだ。 もうね何日もやってないとねあの住民からもね忘れられるねあでもログインしてても挨拶回り行ってなかったら割と「久しぶりだねー」って言われるよね <laughs> 私はね今ねあつ森ね最近やっとね私の島にあのエイブルシスターズさん <laughs> っていうあの服屋さんがね立ったところようん意外とあつ森っていうか動物の森ってねなんか 服とかもいろいろ種類がねあって着せ替え人形みたいにできるからめっちゃね楽しいなんかやれることいっぱいねこう昔のやつから今のやつにと比べるとやっぱめちゃくちゃ増えてるからめっちゃいいめっちゃ楽しいよだから今 <laughs> だからね服屋さんに結構今通っちゃってる <laughs> おきさんかわいい <laughs> やった <laughs> 嬉しい さん俺も撮ってもらえるの嬉しい <laughs> 逆にね逆に撮るじゃあ私が逆に撮るわ <laughs> ちょっとスマホ私いつも持っていかないけど持っていくようにしようかなあ <laughs> りなんかな <laughs> 多分ダメかな私 <laughs> さんベッド好きあベッドねベッドもいいね私あのちょっとねベッドはねあるじゃんあのセリフをさ言うやつがあるじゃんあれがね私 にこう任された時めっちゃびっくりした大丈夫かな私務まるかなって思っちゃったね <laughs> えちょっとビクビクしながら最初はねやってた感がある気がする <laughs> 今はねもうううってこう気合いだって,って気合い入れてねこうできるようになったけどあれちょっとねあのやっぱ照れとかがね残,残ってた気がする。 モ,キーさんモーンキーチーさん今出てる曲でのランキング知りたいえっとねーえー、1位か私の中での1位はねえっ、ー、待って選べない選べない私の中での1位は今ねじゃあ今今の1位は多分ね私グリッターが1番なのよで2番がジャスティかなで3番が 明日やかな4番が4番がねムービンかもしれんムービングもめっちゃ可愛くて好きで5番がタナパラかなタナパラで6番目え待ってでもさ今ポンポン上がったやつをポンポン言ってるから <laughs>。 <laughs> 本当はこの辺にいる順位の曲があるかもしれん h i h i m a って今めっちゃ来てるし <laughs> やばいよ難しいねランキングつけるの食べてるけど痩せたいさん撮影可能ライブってあんまりやってないんですかなんかねあんまりねやってないイメージがある私の中で今までも割とねやってきてるけどライブなんか 2, 2回ぐらいかなはえっと撮影許可のライブあったんだよねやめて1回2回うん2回かな2回ぐらいあってで今日3回目ぐらいかなってなるから割とね珍しい気がする私の中ではうんくまさんちょこちょこシッさんが可愛いな <laughs> やばい無理しいじゃない てれ,れるねありがとう <laughs> もきさんショールームってサンタさんも見てるらしいよかっこ完全に人任せ <laughs> ほんとちょっとそれ信じるよじゃあええー、ちょっとサンタさん巡ってくるようにじゃあ言いのっとく <laughs> もきさんあかりちゃんの島いっぱい手でした引き連れてそう <laughs> って古文ってこと <laughs> 待って嘘私のね島はね今えっとねあのパタ,パタヤさんっていうねなんか鳥のねキャラがいるんだけどその子とあとなんかアヒルみたいな、ま、マモルくんだったかな名前がっていうなんかアヒルをイメージされたキャラもいる。あとね クマもい、クマちゃんもいる。女の子かな確か女の子のクマちゃんもいるし、あと、ラッ,ラッキーくんっていう、包帯をね、ぐるぐるに巻いた、あれは多分ワンちゃんかな犬のキャラの子もいる。うん。みんな可愛い <laughs> みんな可愛いよ <laughs>、えー。え私、のって下になってるんかな <laughs> <laughs> やばい私が従えてるんかなクま <laughs> さんとりあえずスマブラかスマブラはね本当にね楽しいの <laughs> なんかゲームキューブ違う 64? でスマブラやってたのよそうだからめっちゃねお兄ちゃんともねよく対戦してたりしたからねめっちゃねスマブラ好き <laughs> でもね今はねちょっとね今ゼルダをね か買おうかなって思ってる今一番真木 <laughs> さん逆撮影かいええ分はねこうファンの人をね逆に <laughs> 出演者が撮るっていうねちょっとカオスかもしれんねご <laughs> まさんゴールド好きだねそうなんよ本当にさだから私さあの CD 頂い,いてるんだけどそのゴールドのゴールドの CD をね本当に基本 よく聞く聞、うん、あのー、何曲曲線は神だわ <laughs> めっちゃ好きゴールドは食べてるけど痩せたいさん「今日いけてよかった少ないけど可愛く撮れたからあやった!」ちょっと私結構ね事故が多いから <laughs> 気をつけて <laughs> 気をつけてってあれだけど <laughs> ありがとうね可愛く撮ってくれてめっちゃ嬉しいよ。 木さんあかりちゃんがデビューする1年前から数えると5回かなあ5回なんだねやっぱでも少ないよねなんかうんなかなかないみたいだねじゃあ結構珍しいんだ音さんあハロウィン衣装でライブ予定はあるんえー、今のところはねないと思うけど私ねハロウィン ねあんまりね乗ったことがないのイベントに合わせてこう,こう仮,装仮装するみたいなのをねあんまりしたことがなくてだからねこうそのハロウィン衣装でライブするってなったらちょっと戸惑うかもしれん <laughs> えっどうしようみたいなメイクとかどうしたらいいのってなるかもしれん <laughs> でもやってみたい気持ちはあるよね絶対楽しそううん さん女装すればいいかンかあっちょっと待って見てみたいちょっとそれは <laughs> 意外とみんな可愛くなるかもしれん <laughs> いいじゃんモンキさん「六四のスマブラ懐かしい」ね懐かしいよねいやなんかね私ねその時に使ってたキャラはねあのリンクリンクさんをねよく使ってた剣,剣,剣,剣士なんだけど あの回転切りみたいなのあるじゃんあれをねめっちゃやってた <laughs> あれめっちゃ好きだったよ菊池 <laughs> さん6四4はスターフォックスやあ待ってスターフォックスやり込んでたえー、なんか聞いたことある気がするけどななんか打つやつなんかキツネみたいなやつキャラが主人,主人公っていうか動かすやつかな 合ってるかななんかあのスマブラのキャラにいた気がするフォックス <laughs> あれがメインのゲームってことかな食べてるけど痩せたいさんマジでラッキーいるのか自分は全然会えないのつ森買う前から会いたい常備なるほどねそっか結構ね確かに人気キャラって聞くからそうなんかね会えたのよ確かねあの島えっと無人島のなんだっけなんかチケット <laughs> 無人島に行く他の無人島に行くチケットでね私引き当ててもうそこで誘った <laughs> 島に来ないって誘ったかわいいよねめっちゃじゃあさ物販の時3人で手つないでたのなんないねえんか違うなんか,違うなんか <laughs> あれはなんか何な,なんだろうね自然となっちゃう気がするなんか 私ももそそうううななんだだけど多分先のもそうだと思うよねなんか人と一緒にいるとこう腕組んだりさこうひっついておきたいタイプの人間なのよ多分 <laughs> だからさそれがこう合体したみたいな <laughs> 感じ <laughs> ねえんか謎に手つないでたよね <laughs> 本吉さん少なすぎて撮影家の時はルンルンしてたいやね確かにねこうあれレアだレアだっていうねもう思う存分 撮るよねそういう時はねだからもう演者側からしても思う存分撮ってほしいみたいな <laughs> 気持ちはねあるねなかなかねステージ上の自分ってね客観的に見ることがないからねやっぱり撮影してもらった写真で見るっていうのがね多いからね嬉しいよねやっぱり <laughs> 食べてるけど痩せたいさん事故大丈夫現場で消したからあったんかいありがとう いやもうしして消してくれいや私ねなんかこれねマネージャーさんにも言われたんだけどなんか配信の時とか特にそうらしいんだけど私結構まばたきするのが多いらしくてなんか「スクショがなかなかできない」みたいな言わ,れ言われたからそうそう多分ね事故がたくさんあると思うんだよ。悲しい。 さ撮影家のライブ行ってもフォルダにオタクの写真しか増えないの意味わからんくない。いやで多分たジさんはこう撮影するよりもおおっていう気持ちがあるんかもしれん <laughs> もしかしたらだからそのあ撮影したかったよっていう気持ちをこうオ,タオタク仲間とこう何か解消ではないけど発散ではないけどしてるんかな。 <laughs> おもろいもぎさんきつねが宇宙を征服するやつあ待って本当にねそれ知ってる気がするよよ <laughs> 間違ってたらごめんだけどそうだよねでもきつねだからフォックスのキャラをね私が想像してるやつとね合ってると思うあのきつねさんめっちゃかっこいいよね好きチョコさん女の子って接触しがちだよねそう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  多分ね、女の子ねくっつきたがりなんだよ <laughs> よくね私普通に友達とも2人でさこう道路道路っていうかな,なんかまあ道をね歩いてる時でもあの、うん、腕組んでたりする <laughs> 腕うん私がこう組む方かされる方かっていうのもよくある私はねされる組む組んでもらう方が多いんだけど 接触しがちだね確かに。<laughs> なかなちゃん「ぷっパン中ボスに抱きかかえられて悲鳴あげて,てたけどどうしたの?いや」なんかなんか急にさゆりちゃんがみなちゃんをね先にこう,こうギューってした流れってか分かんないけどこう持ち上げようとしたのよ。<laughs> そしたら私もねすぐそばでいたんだけど <laughs> その流れで私もこう抱っこしてもらえたんだけど。<laughs> えなんでなんかゆりちゃんが潰れそうみたいな感じがねあってねちょっと怖かった <laughs> 潰しちゃったらどうしようみたいな感じでちょっと悲鳴上げちゃった <laughs> あれはねびっくりしたよモキさん気合い入れすぎて最前度線にいたのに防衛レンズしか持ってきてなかったことある <laughs> やばい防遠レンズって遠くから撮るやつだよね <laughs> えめっちゃ近ってなるねんじゃあそれ。 <laughs> いやちょっとおもろいなそれは <laughs> 気合入れすぎたんか <laughs> ちょっとあれかなちょっとさすがに最前途線いけないかなっていう気持ちがあったのかな多分 <laughs> でねまあ研からになるっしょみたいな感じでそれしか入れてこなかったんかなマロタんそれは悲しいね確かに <laughs> めっちゃ近いやんみたいなく <laughs> まさん撮影かもらう 専門だったかっこ合わせあいやでもねあるよねそれは私もね多分ね私がお客さん側だったとしても、うん、私も多分もらう側になってるかもしれんもしかしたらなかなかねこうえし,かもしかもさ私最近手ぶれがひ,いひどいのよなんか自撮りもぶれてるから結構さ多分私が撮ってもさなんかうまくいってない写真しか残らん気がするから。 ちょっと託してしまうかもしれん手つなぐの許してあげる代わりに今度仲間に入れてかっこここまで日本語だし <laughs> マジで許してくれるの <laughs> じゃあ仲間に入る悪タたんかみんなでこう輪になってなんか「つなぎたいね」って <laughs> 謎のことをちょっと言うんだけど <laughs> 私結構ねその手 なんか手つなぎでちょっと今思い出したんだけど、花いちもんよくやってたよ。<laughs> あれ意外と楽しいね。ちょっとみんなでやってみたい気持ちはあるね。<laughs> あ、なかなちゃん、40分あ！ありがとう、ありがとう。時間教えてくれて。いい。あさす。待ってね。熊さん明かりになったら片手で持ち上がりそう。<laughs> そう、片手は強すぎん。<laughs> やばくない？私結構体重あるからな。ちょっと。 ばバレてしまううここ抱っこされたら <laughs> 意外と重いなこいつって思われちゃうわ <laughs> モンキーさんライブ中にお谷にっこしてもらったことあるわら <laughs> そして知らないグループのライブ中に最前に投げ込まれた <laughs> 投げ込まれたやば <laughs> えっんかあれかななんか結構激しめの曲調を歌うバンドグループ的なやつでさなんかこの。 ウェーってなってるファンの方の上をこう、なんか、乗っていくような感じになったってことかな。<laughs> いや、それ、怖いじゃん。あれ、怖いね。マジか。投げ、投げられたわ。やばいわ。<laughs> びっくりじゃん、それ。そっか、モンキジさんね。私と多分そんな身長変わらんかったからね。確かに <laughs>。投げ、投げです。投げ、悲しい、でも。 ラ,ジオさんライブ中オタクが花一も見せるグループあるえ嘘マジであんの待ってクマさんそのグループもうない <laughs> ないよってかじゃあさん知っとるわ <laughs> えでもあったってことだよねえそれはそれでなんかめっちゃインパクトのあるライブパフォーマンスだねちょっとたた楽しそう <laughs> オタさん今度キーメンバーとオタさんで運動会し,したい えめっちゃしたい運動会 <laughs> 私結構運動会ってなるとあの綱引きをやってた綱引きといやうん綱引きをね割と志望希望してやってた記憶がある <laughs> あとねリレーもやりたいよねなんかリレーって楽しいよねよいよちょっとやってみたいよ モキさんいや普通に運搬されただけあなるほどね <laughs> 投げ込むのはもったわらって書いた <laughs> いいね運搬運搬されたんか <laughs> よいしょよいしょっていい <laughs> すごいなえ <laughs> 結構ね私もね割とねあるわなんかせ身長がね大きい子にねこう「よっ」って抱きか,かえられて。 運搬されたたことはね確か高校の時にあった気がする <laughs> な何だろうねなんかちっちゃいちっちゃいの小さい人あるあるなのかな <laughs> 結構たけさん「病弱」なので運動会は見学してます嘘ソウソだー絶対動けるやろみんなみんな動けるやろ <laughs> えー、絶対参加した方が楽しいよ <laughs> <すみな>さん、花一門目やったよ。9葉単に見られて笑われた<笑><笑>いや。でも確かにちょっとね見てる側からしたらちょっとシュールかもしれんけど <laughs> えー、でも楽しそうなんよね。りょこさんリンゴ足速そうほんといやなんかねなんか中,中途半端なタイムだった気がする私なんか速くもないけど遅くもないなみたいな。 感じだった気がする。だってね、私が覚えてるタイムで8秒2かな。なんか50メートル走、あんまり速くなくないみたいな <laughs>。なんか7秒台とかだってね。割と早いイメージはねあるんだけど、どうなんだろうね。熊さん、なう、あ待って、お、本当だ、過ぎてる。ありがとう、ありがとう。<laughs> そうじゃあさっきね、教えてもらったときに。 すぐ時間経つちゃうからありがとう教えてくれてあ待ってなかなちゃんも教えてくれてるありがとうえー、じゃあちょっと待ってちょっとだけライブ情報言っていい <laughs> ?9 月の20日にまたライブがありますこれね出演の時間がもう決まってて13時5分から9位の出演時間となっておりますで得点会が13時50分からとなっておりますお昼だねうんぜひぜひお暇な 時があれば来ててしい生で見て欲しいです <laughs> あとね26日もライブ出演することになってますえっとこちらが横浜の横浜サウザンドクラブさんで出演させていただきますので是非ねこちらの情報もね後々出てくると思うので是非チェックしてみてくださいお願いしますこんんななもかととりああえずあと 9, 9月じゃない10月の9日はちょっと開けてくれてると嬉しいです <laughs> お願いしますさん小さいプラス軽いからやりたくなったみたいあ確かにねなんか分かる気がするでもその気持ちはうんなんかあれだよね <laughs> 私からするとこう小さい子を抱っこしたくなるみたいな感じかな <laughs> あのね 低学年小学生をこう抱っこしたくなるみたいな感じかなみ木 <laughs> さんタジオが病弱タジオが病弱タジオが病弱 <laughs> ちょっと待って待ってもう分からんようなちょっと待って <laughs> ちょっとちょっと違うわ切るところ間違えた <laughs> なんか変なところで切っちゃったよ <laughs> ろたお父さん配信終わったらちゃんと夜ご飯食べてうん食べるありがとうめっちゃ食べるよ <laughs> めっちゃ食べるくまさんおつあかりおつあかりありがとうほいほいということでね今日もねちょっとめっちゃ過ぎちゃったけどお付き合いいただきありがとうございました、えー、最後に自己紹介して終わりたいと思いますケ、えー、ンズの緑色担当しろあかりでした今日もねライブ見に来てくださった方配信で、ね、見てくださった方ありがとうございましたまたねこの配信も見に来てくださった方々もありがとうございました おやすみなさい今日もお疲れ様でした <laughs> みんなゆっくりちゃんと休んでね。ちっ待ててっても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 きさんお先におやすみ。おやすみ。ゆっくり休んで。いっぱい寝て。<laughs> みけんさんお疲れ様お疲れ様。みけんさんもねゆっくり休んでお仕事してきたからね。<laughs> お父さんは信おつぴでした。またねバイ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 。ありがとう。見に来てくれてね。ゆっくり休んでね。うんうん。パインパイン食べな。パイン食べな。 タジオさんじゃあねじゃあねありがとうまた会おうぜタジオさんもねは <laughs> いはいということでね今日もお疲れさまでしたおやすみなさーいバイバーイおいおいちょっと待って出してなかったあ待って食べてるけど痩せたいさんお疲れさまありがとうお疲れさままたね会える日があればよろしくお願いします <laughs> ありがとうバイバーイおやすみ